ペカンチョコレート。今食べる。美味しそう。お店こっちだよ。あ、そうなんだ。あっち食べるとこ。なるほどね。これね。こういう表現あんまり見たことないね。そばも買いた350円、激安。安いね、ここ。でもなんか買おうかな。フナワとか。美味しそう。これ美味しそう。すげえ。アンコラも高い。
んでる人。こっからの景色もいいな。できないよね。大丈夫かな。もうちょっと奥。多分中に入ったらダメだと思う。ああ。ここに何個バインがいいけど。あ、そうなんだ。ちょっと行ってみ。マジで。家の像。行ってみよう。これね、夫婦の5枚ね。行った。こんにちは。浅草寺に来ました。こんな感じです。来た。どれどれ。ちょっとおみくじあります。入れればいいんだよね。入れて、これを振る感じ。はい。あれ？出てこない？出てこない。あ、来た来た。28番。28番で。28番で。これか。これを戻しちゃうんですね。で、これを1枚。はい、取りました。こんな感じです。意味がわからない。これ、難しいんだけど。あ、開いちゃった。取った。マジで。波吹かして必ず身を誤る。なんかあまりいい言葉じゃないのかな。今日だ。今日。はい、今日出ました。あ、なんかこれ後ろにあるじゃん。わかりやすいように願いにくいでしょう。長く養生すれば治るでしょう。養生出づらいでしょう。遠くなって現れるでしょう。新築引っ越し悪いでしょう。え、結婚付き合い悪いでしょうって。はい、じゃあちょっと結びます。こんな感じで結んでいいのかな。ここに書いてある。今日の人は、みくじをお焚き上げします。はい、わかりました。じゃあ、お願いします。
鯉のぼりがでっかいよ。これ松屋って書いてあるけど、松屋が奉納したんだ。あれ、あの定食の松屋？え、デパートの松屋。あ、なるほどね。うわ、すごい、なにこれ、怖いね、気持ち悪い。ここ座るのが大変そう。これ何頼んだの？アイスカフェラテ。これは？これがアイスカフェラテ。これは？アイスアメリカン。あ、なるほど。ありがとう。あれ？間違って何か押した。あ、いや。うん？飛んじゃった。いただきます。すごいなんか酸味があるね、ここは。うまい。うん、うん、何この味。うまいよね。美味しいけど何の味かは分かんないけど、キャラメル、チョコレート、あと、うん、ペカンナッツ。あ、言われてみたらこんな感じがする。くるみ、浅草、さよなら、また来ます。